現在マンガルターが本当の安全確認となります。初の地と呼んでいきましょうかね。初の地のようなパレードがあります。それともに一旦ここで減速をして、また東京が試されるコリノーラの他のコースでありますが、今回はこのようにテクニカルな設定も行っております。車が同じであってもですね、また若干戦闘力を落としても、ただいまスタートしたカーナンバー4号車高橋和樹選手、OUA シフトラリークラブ4台の号車のエントリーですね。はい、ゴールいたしましたのは渡辺選手カーナンバー1号車、タイムの方2分03秒194です。さあ、コース上走行中カーナンバー4号車高橋和樹選手、 OUA シフト、大分大学自動車部の学生さんです。はい、ここを突っ込んできまして、左側にターンをして、右ターンですね。はい、やはりここは3人ですね。からまた戻ってまいります。さあ、サテクリート、カーナンバー6号車が控えております。島優太選手。さあ、パイロットの投稿は、カーナンバー5号車が控えておりますが、はい、ちょっとお待ちしたら、ちょっと気が抜けたかな。おっと、はい、タイムの方は、今週はカーナンバー5号車楠木選手でありますが、はい、ちょっとお回り切りかな、ちょっと気が抜けたかな、おっと、はい、リアルと抜けたようでありますが、はい、なんとかミスコースすることなく、ゴールの到着を迎えました。タイムの方1分52秒035、3台ですね、BFF1 クラスは3台で争われております。まあ、それは確かにですね、ゆっくり走っても、メタルはもらえるわけなんですけども、それじゃあ面白くないですよね。ぜひ、1番を狙ってもらえればと思います。3台での、競技となっております。マシンはコメモータースポーツクラブ群雄のエントリカーナンバー2号車、長野幸秀選手、マシンはコメント。さあ、設置参入室、ツイストスポーツを買って出場したカーナンバー4号車、高橋選手、大分大学自動車部の学生さんですね。さあ、ゴール選手を受け出しましょう。カーナンバー1号車、渡辺選手が間もなくゴールに向かいます。さあ、今回タイムランド、はい、タイムの方2分08秒696です。
さあ、カーナンバー4号車高橋選手でありますが、マシンの特徴はというところですね、コーティング施工済みでピカピカですって書いてますね。走りには全く関係がないところに金をかけているこの高橋和樹選手、私のだいぶ後輩になりますのでね、ちょっとマシンの違うところに頼むことになると思っております。はい、大田大学出動職の皆さん、頑張りましょうというふうにコメントをいただきました。本日は新品タイヤで、どうやら参戦をしているようでして、さあ、ジュニア戦で、出ておりますが、表彰台を絶対取りますというふうにコメントいただいております。さあ、確かにそれはそうですよね。3台での争いですから、きちんと走れば必ず表彰台に上れますが、ここは表彰台じゃなくて表彰台の一番高いところというふうに書いてもらえばと思います。続いてスタート、カーナンバー5号車です。後ろ勝田選手、MUACカーレン、アライズモータースポーツのエントリー、圧倒ミスコースの判定であります。カーナンバー4号車高橋選手、残念ながらミスコースの判定です。ここは表彰台じゃなくて表彰台の一番高いところというふうに書いてもらえばと思います。さあ、現在コース上走行中、カーナンバー4号車高橋克樹選手、本命出走。続いてスタート、カーナンバー5号車です。後ろ勝田選手、 MUACスターレン、アライズモータースポーツのエントリー、ミスコースの判定であります。カーナンバー4号車高橋選手、残念ながらミスコースの判定です。さあ、残念ながらミスコースの判定を食らってしまった高橋選手、セカンドヒートの、もう同じことをしてしまうと成績なしということになっていますよ。セカンドヒート必ず、毎回ですね、コース確認して完熟歩行もありますので、必ずコースを確認して、最終出走していただければと思います。さあ、現在コース上走行中、カナンバー5号車です。カナンバー5号車、16選手、はい、バッテリー選手ですね、昨シーズンは学生選手で年間総合1位に輝いた選手ですね。はい、ボロいしパーツがないけどこの車楽しいですよというふうにコメントいただいております。さあ、今年は、今年の目標はというですね、ここには、モータースポーツじゃないですね、大学を卒業したいというふうに書いてますね。はい、確かに、このコロナ禍ですね、なかなか大学の、あとは大学卒業してですね、いいところに注目すればですね、このボロイスタールスともおさらばという感じになりますね。さあ、先頭スタート、カーナンバー6号車です。今、優香選手、ファイナーズ貢献しています。さあ、優香クロスですね、反対に争われそうか。さあ、優香クロスのカーナンバー6号車クロス選手のタイムは1分58秒の状況かと思いますが、まずは大学卒業して、そして、いいところに進学すればですね、このモロイスタールスともおさらばという感じになりましたね。さあ、スイッチスタート、カーナンバー6号車です。千葉優太選手、ファインアート貢献 P。 さあ、 GFF1 クロスですね、3台で争われております。さあ、ゴールして注目いたしましょう。カーナンバー5号車九六選手のタイムは1分58秒51号はベストタイム更新といっても、そうだな、1番手の高橋選手がミスコースになったので、とりあえずのターゲットタイムホルダーとなります。さあ、カーナンバー6号車、後追いの福田優太選手になりますが、はい、皆さんのに、頑張りましょうというふうにコメントをいただいております。さあ、B1 クロスで現在ポジションじゃなかったかな。さあ、カーナンバーが元2号車になりましたね。はい、2号車は、長野幸秀選手、マシンはコペンです。ビクトリーがエントリー。
現在出場走行車カーナンバー6号車木間優太選手マイアート冒険 B さあ次は参りまして2ってまいります。さあ現在9月の届きを見行われております。さあファーストシートは16点から第1位58号ボイスコーがターゲットタイム。さあ3号車島選手に変わらず3号車島選手に変わらず3号車島選手に変わらず1分55秒49は鉄道の更新。主将さんですね、キャプテンですよね、主将は必ず速い人間がならなければいけないという大分大学自動車部の伝統があります。残念ながらファーストヒートはミスコースを喫してしまった高橋選手。さあ大分大学自動車部の名を汚すわけにはいかないぞ。元コース上トップコースを誤ったか自動車渡辺選手それともチームオーダーなのかな。はい、ただいまゴールの交代間2分13秒818ファーストヒートのタイムで今のところがターゲットタイムホルダーとなっております。さあコース上走行中高橋選手、この競技会のためにですねコーティングを施工してですねピッカピカのマシンですと当たっている、高橋選手ですが車を見かけの一角と、コースの、記録を光ってしまうというですね恥ずかしい状況であります。さあセカンドヒート、必ずタイムを残してもらいたいものであります。現在コースパイロンセクションの8の字を走行中であります。さあ早速グリッドカーナンバー5号車が控えております。カーナンバー5号車楠木達也選手 MUAC スターレアライズモータースポーツの矢崎がエントリー。さあ楠木選手ですね、先ほどエントリーさあ BFF2 クラスですがハーフヒートの結果でいきますと、カーナンバー6号車、島選手に届きました、1分55秒494、遅れること3秒で、カーナンバー5号車、ただいまスタートした島津選手が、2番手、そして、頑張ってくれた選手たちが、この、現在、まもなくゴールに向かう、高橋選手になります。どうやら今回はタイムが残りそうでありますが、まだタイム2分02秒。マイナーと貢献スピード
モータースポーツコーナーの V4 レースに上がりましたコーさあ、その後ろの島選手のショットもですね、福田選手のセカンドヒートのタイムが分からないまま走っているということになりますね。カップスルが自分のタイムを塗り替えられるんじゃないだろうか、なんて心配しながらですね走っていることと思いますが、さあ、ゴール戦注目です。出ましたね、セカンドコーチ先生方、はい、お疲れ様でした。